漬物、結構こういうの好きなんですけどね。よく見ると囲碁とか書いてあるね。囲碁用品を売ってるらしくてね、囲碁って書いてある。囲碁クラブがあるんですかね。京都で食べたケーラうどんっぽいやつが花丸にあったんですよね。ちょっと物は試しなんで、注文してみました。ケーラうどんになってます。そうなんですね。でもね、生姜がついた卵あんでしょ。ケーラうどんってことなんじゃないの。そうか、いただきます。この醤油の感じは、そうよね、鶏卵1本だね、懐かしいな。あ、美味しかった。ごちそうさまでした。そうな、何これ。お店の味が自動販売機で買えるのこれ。へえ、すごいね。結構するけどね。ちょい久々これ。テニスボール落ちたけどこれ。届くかな。ちょっと久々やってみます。人がいるけど。うわぁ、残念な感じだった。今年のどんぐり落ちてんのかなみたいな。結構落ちてるでしょ。これ結構ね、去年のどんぐりが落ちてたりする時が多いのよ。何年前のみたいな。でもこれは多分新しいんじゃない？ねえ、ほら。どんぐり落ちてるよ、これ。どんぐり。ねえ、ちょっとこれ古そうだね。これは古そうだけど。なんか、これなんかほら、まだ若いどんぐりな感じだよね。どんぐり。食わないけど。あれ？見てこれ、見えるこれ。セミの抜け殻がすごいくっついてる。
よいしょ。見てればいいのか。今日はちょっと暖かかったんじゃない？ね、ちょっと暖かかったね。よかったね。ケンタッキー行ったんだけどさ、久しぶりにフライドチキンとかいいかなと思って行ったらさ、意外と高いのね。びっくりしちゃったね。ちょっとね、やめた。ちょっと高かったよ。ケンタッキーとかさ、塩分がすごいから食えないでしょ、猫ね。体に悪いよね。何見てんの？来る？ちょっとあっち。ほら。乗れば。いいぜ。ほらほら。長い足にどうぞ。今さら餌が出てこないかみたいなリアクションはないでしょ。一度もあげたことないんだから。あ、行っちゃった。腰マッサージ。じゃあね、じゃあトラッチ。よし。雪の子はいないね。雪の子は。バイバイ。久しぶり。うん。久しぶりじゃん。ん？久しぶりじゃん。ん？どうしたの？